満月が近くなると天気が良くなってきたので、ベランダで水星撮影をしていたのですが、ベランダでは残念な写り。空の半分以下しか見えないので、撮りたい水星も撮れず、悶々としまくりです。明るくなってきている、スーチンシャン水星とか撮りたいわけですよ。何をどの順番で撮ろうか、みたいな妄想を膨らませていたら、明け方、南東の朝廷空に西村水星が戻ってきているではないですか。夏の明け方の空に、長い尾を引いていた、西村水星です。これは狙ってみたいですよね。悪名開始時に 2.7 度と朝廷空、その頃、やっと山から顔を出す程度。しかも、12度くらいまで暗くなっているみたいで、低空は空気が濁っているので、撮影難易度は非常に高いですね。少し上に、パンスターズ彗星がいるので、こちらを撮影してから、西村彗星を撮ってみようと思います。パンスターズ彗星が撮影できていなければ、西村彗星が映ることはないでしょう。11月25日の朝、熊本市の最低気温は1度C 予報。となると山はマイナス5度C くらいまで下がりそうだったので、山に登る手前、熊本空港付近で撮影することにしました。3時頃から撮影しましたが、4時頃までは大きな月があって明るかったのですが、それでも自宅よりは星がたくさん見えていました。薄明開始前後が勝負です。自宅からは厳しい南側の彗星も撮れそうです。コーツスクラスクラスで導入して撮影します。撮影を開始しました。撮影が終わりました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 。撮影を開始しました。
撮影が終わりました。自動導入に成功しました。指定座標から6ピクセルの至近距離に導入できました。この時は10ピクセル以内の設定にしていましたが、少し時間がかかったので15ピクセルで運用することにします。撮影を開始しました。撮影結果です。パンスターズ彗星、彗星らしい姿に映りました。大きな月があって、ここまで映れば嬉しいです。前日に自宅ベランダで撮影したものがこれ。ガチの山ではなくてもかなりよく映りますね。こちらは明るいアートレイ彗星。これも自宅だとこんなにかすかな姿。雲に邪魔されて3枚しか撮影できなかったのも影響していますが、やっぱり空の暗さは正義です。シュワスマン、バハマン彗星。自宅とは全然違いますが、これはたまたまこの日にアウトバーストを起こしているみたいです。移動量が小さいので周囲の構成も比較できますが、全然違いますね。自宅で撮れなかったツシチンシャン彗星、明るいですね。年末年始に7等級まで明るくなりそうです。南に低いパンスターズ彗星。西村彗星はもっと低いですが、少し明るいはずなので映ってくれると嬉しいのですが、ツーチンシャン彗星の撮影も終わり、白明開始30分前なので西村彗星の方へ望遠鏡を向けます。この撮影地数年ぶりだったのですが、車が増えていて5時頃になると空港へ向かっているっぽい。トラックが増えました。トラックが通ると振動でガイドがぐちゃぐちゃになっちゃいます。超低空は星があまり見えず、プレートソルビング失敗するので、光線を目印にして導入することにしました。月下で一補正です。ピントが甘くなっているようなので再調整します。
光線を伝って距離を詰めます。まだ山の陰で見えないようです。もう少し待つ必要があるので、アトラス彗星を取ります。撮影を開始しました。撮影が終わりました。リザリングを開始しました。時間がないので7枚撮影ですが、これがアトラス彗星だと思います。そろそろ山から顔を出していないか確認です。星は見えています。
撮影を開始しました。パンスターズ彗星ははっきりと映っていました。このパンスターズ彗星は来年1から2月に7特急、その頃はもっと昇るので撮りやすくなると思います。いよいよ西村彗星を導入します。小低空のワイドはぐちゃぐちゃになりがちです。撮影を開始しました。撮影開始時、薄明開始後10分を経過していました。撮影しながら確認してみましたが、全くわかりません。薄明の影響で変な色になってます。メトカーフコンポジットは失敗したので、合成基準でスタッフし、変な色だったのでモノクロにしました。何か像がありそうなのですが、ものすごく淡くて、ノイズの誤認かもしれません。来月中旬、もう少し高く登るようなので、再挑戦したいですが、その頃は16頭くらいまで、暗くなっていて映らないかもしれません。薄明開始頃、山から顔を出すくらいの高さで、時間との戦いって感じでした。音声合成は、ボイスボッツス、九州空が担当しました。